皆さんこんばんは、ただしゅんです。今日も LP2K マイチームやっていきたいと思います。今日はですね、土曜日の今お昼です。その中でですね、無事にリミテッド終わりましたということで、無事にリングが6つゲットできました。なのでね、シェイギル・アレキサンダーを開けていきたいと思います。今週ですね、とか今日なんですけど、リミテッド沼っちゃって結構やったんですよね。それで開けます。使うかどうかは分かんないんですけど、とりあえず毎シーズンリミテッドは終わらそうと思ってるので、無事に今シーズンも終わりました。ポイントガードですね、身長高いんで使えるんですけど、今私のチームハーデンいるんで、ハーデン使っちゃうんですよね。まあそれでも使えるんでありかなと思います。はい、それでは見ていきたいと思います。報酬か。はい、リミテッド、無事にゲット終わってますね。ということで、能力値です。ですね、ドライブレイアップ93、ポストはあんま上手くないっていう感じですね。ただドローファール94あるんで、突っ込んでもファールもらいそうですね。でミドルレンジが90、スリーポイントが85で低いので、ここは、おそらく、ブーストしないとまずいかなっていうところですね。で、ドライブダンクも80あるので、マシだと思うね。で、ボールハンドリング90、パス IQ 92、優秀ですね。で、やはり魅力的なのは、ブロック、スチール、ペリメーターがそれぞれ高いので、身長ある中で、ブロックにも飛べるので、例えばですね、5アウトして突っ込んできた人を、ブロックでシャットダウンできるっていうこともできると思いますので、それはとても魅力的かなっていうのと、あとオフェンスリバウンドめっちゃいきますね。78、84。めちゃくちゃいいな。あとスピードが92、ボール所持92、加速92と。で、ジャンプで体の強さがちょっと弱いですね。なんで体の強さ、ボール所持のスピード、スリーポイントミドルはまず上げて、あともう一個どこに上げるかって感じですね。どこ上げようかな、私だったら。加速かな。でもファイパッドで使わない可能性あるもんな。そうなる、まあペリメーター上げてもうちょっとディフェンス頑張りましょうっていうところですかね。で、傾向としてはですね、スリーポイントも打ちますよ。あと、ホップステップ。ホップステップレイアップも行くんだ。いいね。スピンレイアップも行くってことで、例えば突っ込んで行った時に、ホップステップ踏んだり、スピンさせてたりっていうのができるので、結構いいかなと思いますね。使えそうだな。で、競り合いながらのジャンプシュート、スリーポイントしちゃダメですよ、ということですね。あとは、ステップバック3、56。うん、ありあり。使おうかな。で、あとは、ですね、いつも言ってますが、マークされた状態から85、めちゃくちゃ優秀ですね。これで5アウトされて、突っ込んで、いや、行かないよ、スリーポイントっていうのにも、チェックいけますね。いや、優秀優秀。で、バッジは殿堂入り15、ゴールド34ということで、まあ、ほとんどついてんじゃないのかな。つけないのが何かっていうとこだけ見ちゃいますか。下からですけど、グレースアンダープレッシャーはリミテッドテイクマウス、まあ、ここら辺使わないんだよ。ステップ&ホップは、ロングシュートのメッシュついてないんだ。ロングシュート、セットシューター、ちょっと、シュート系がついてないですね。シェフもついてないし。リミテッドレイス、めちゃくちゃついてないじゃん。グラインダーもついてない。ミスマッチエキスパートもついてないの。結構、つけないとまずいですね。で、リバウンドチェイサーはさっき、リバウンドも行くので、リバウンドチェイサーとかはつけた方がいいのかな。あとチェイスダウンか。リムプロテクターもついてない。結構これ、バッチつけないと使えないぞ。コーナースペシャリストもないし。っていうことっすね。バッチ何個つけれるんだろう。1,2,3,4,5,6 6つ何つける？ミスマッチだよな。ミスマッチ。あとは、まあ、セットシューターはいらないとして、ブラインダー。あとなんだ？ロングシュートの名手か。あとコーナースペシャリストもいりますよね。今これで4つか。あと2つ。まあ、私だったら、チェイスダウンアーティストか、リバウンドチェイサーか、あとは、今ちょっと持ってないかもしれないですけど、さっきあった、リムプロテクターつけるかって感じですね。
マジか、結構つけないときついな。つけよう。はい、そんな感じですね。ちょっと使ってみますか。はい、準備しました。ホットゾーンはですね、3ポイント1分いかないのか。でもまあほとんど3は打てるよっていう感じですね。85にしてはまあシュートのタイミングとしては全然打ちやすいですね。もうちょっとバッチとシューズブーストすれば全然使えるようになるんじゃないですかね。あ、ちょっとでかいっすね。ただやっぱちょっと動きもっさりしてる感じですね。足と手が長え。うん、普通に出ますね。ダンクも行きますし、あとはレイアップ、ホップアップ、うん、全然やりますね。そう、このスピンがね結構使いたいんですよね、試合で。なかなか決まらないんですけど、うん、できそうですね。あとやっぱもうちょっとボールハンドリング上げといた方がいいかもしれないですね。取られそうだもんな。で、ポストフェード。まあバッチついてないからな。ステップバック、それはダメですね。ステップバックのシュートはしちゃダメ。はい、ちょっと選手比較してみましょうか。で、皆さん手に入ってるかもしれないバロン・デイビスと比較してみましょう。身長はね明らかに高いのでそこは魅力的かなと思うんですけど、やはりポストは、アレキサンダー SGA の方ができちゃいますね。ただやっぱりですね、ミドルレンジ3ポイントが低いので、そこはやっぱシューズで上げないときついかなと思いますね。シューズと、あとコーチでですね、9上がるんで、94まで上がるので、そこまでいけば全然使えるんじゃないんですかね。で、ボールハンドリングもやっぱ90なので、そこをどうするかっていうところですね。で、あとペリメーターもやはり低いので、そこを上げなきゃいけないというのと、あとやっぱりスピードがちょっと遅いので、そこをどう考えるかっていうところですね。バロン・デイビスも普通に強いのでね。バッチも相当同じぐらいなので、まあ正直どっちか悩むレベルですね。あとはですね、ハーデンとも比べてみると、多分ハーデンの方が圧倒的に強いと思うんですよね。そうですね、ハーデンの方がやっぱ全体的にやっぱ強いですね。勝ってるものがない。身長2センチぐらい。そんなとこですかね。ちょっとシューズブーストバッチいじって使えるかは後で、裏でやっときたいと思います。はい、今シーズンもですね無事に、リミテッド終わりましたんで、それの開封をさせていただきました。今皆さん今日からですねイベントが来てるので、それをやらないとっていうところだと思うんですが、オールスターエボリューションっていうのが来てますんで、それぞれ進化させていかなきゃいけないのでちょっとめんどくさいんですけど、一つずつ進化させてですね、このラリー・エバートと、あとが二つ目、ドミニク・ウィルキンスで、終わらせてですね、最後、ブレイク・グリフィンいますので、ぜひそこをちょっとやっていけたらなと思います。あとシーズンアジェンダのところでこの、ビヨンド40ステップっていうのがあるので、あと5と6終わらせてですね、ファイナルステップで、私、まだ、このマルチをですね、ドラフト3周したんですけど、トニーパーカーゲットできてないので、ちょっとトニーパーカーをゲットしに行こうかなと思います。それでは本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さん見ていただきまして、ありがとうございました。